100円ショップのランチョンマットを使っておしゃれな色紙額を作りましょう。竹などでできたしっかりしたタイプのランチョンマットを使います。裏返したら吊るす紐をつけるところを開けて色紙を置きましょう。角から3センチぐらいのところにゴムを通す印をつけます。ゴムは先のところを引っ張り出したら針を使って2つ折りにします。平べったくしてから毛糸用のとじ針に通すと通しやすくなります。ゴムを長くしておくとこの作業は1回で済みます。印をつけた方から針を入れ、もう一つの印から出します。針が通らない時には目打ちなどで穴を広げましょう。端が3センチぐらい残るまで引っ張ったら、反対側も3センチぐらい残して切ります。ここをしっかりと真結びにします。結びにくい時は端を長めに残して切るといいです。1センチぐらい残して余分なゴムを切り取りましょう。これで色紙の角を引っ掛けるところができました。残りの3箇所も同じようにゴムをつけたら、吊るす紐を通すところに印をつけます。上から2センチ、中心から5センチずつ離したところに印をつけましょう。とじ針に紐を通し、表から針を刺して印のところに出します。その次は印から針を入れて表に出します。吊るせるように長めに紐を切りましょう。紐の先を真結びにすれば出来上がりです。長すぎる時には切ってください。ゴムに色紙を引っ掛けて飾りましょう。竹製のランチョンマットは何種類もありました。しっかりとしたランチョンマットならビニール製などでも大抵のものが使えます。額にかけると色紙がぐっと映えます。安くて簡単にできるので、ぜひ作ってみてください。